はい、皆さんこんにちは。グローカルの松也です。ここグローカルチャンネルでは、今国際協力で活躍されている方、昔活躍されてこられた方の生の声を発信していくようなチャンネルになっておりますので、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。はい、じゃあ早速始めさせていただきます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、JICA 海外協力隊出身で今自分で事業されていらっしゃるさやかさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速なんですけど自己紹介いただいてもよろしいですか。はい、JICA 海外協力隊に行ってから、今は水上町に移住して、夫婦でアロマオイルを製造販売している事業をやっている小坂さやかと申します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そもそもさやかさんが JICA 海外協力隊に参加したと思うんですけど、その前なんで国際協力に興味を持ったのかってところからお聞きしたくて、実際何がきっかけだったんですか。本当に最初のきっかけは、お兄ちゃんが5つ上にいるんですけど、お兄ちゃんが英会話教室に通ってて、英語を喋れるってかっこいいなって思って、まず英語を勉強したいって思ったところが本当に一番最初で、そこから英語を使って海外で何ができるんだろうとかっていうのを親とも一緒に探し始めて、最終平和教育とかっていうのもあったり、9.11 の事件とかあったから、海外で国際関係のことをもうちょっと深掘りしてやりたいなって思ったのが本当一番最初。あ、そうなんですね。じゃあ最初は海外とか英語を使って仕事をしたいみたいなところから始まって、そこから平和とかそういったところで国際協力に入っていったみたいなイメージですかね。ちなみに小学生の時から英会話教室には行かれてたんですか。そうですね。すごいですね。じゃあ小学生の時から英語を習ってたみたいな感じで、実際使う機会ってありました。本当になかった。あ、じゃあもう海外行くこともあんまりなかった。小学生の時はなくて、全然使ってこなかったですね。そうなんですね。じゃあ小学生の時からずっと英語習ってて、中学高校もずっと習ってた感じですか。結局英会話教室は5年生まで通って、でそこからは英会話も含めた塾通って、英語のスピーチコンテストとかもその塾内であったりとかしたから、教室は辞めて塾で英語を学んでいくっていう感じになりましたね。なるほど。じゃあ英語とかに特化してるのであれば、中学の選択とか高校の選択ってそっちに寄っていった感じなんですか。そうですね。なんとなく自分はあんまり耳が良くないっていうのは、そんなことある。やっぱり英会話教室とか通うと、自分よりもすごい発音が綺麗な子とかいたから、自分はその子たちに比べると耳は良くないから焦りは感じてて、中学校も絶対に英語の点数だけは落とさないようにしようとか思ってましたね。なるほど。実際そこから海外とかに行く機会って大学生の時ですか、もしくはその前からありました。そう、中学校の時に焦りもあったから、高校生のうちに絶対留学に行きたいって思って、中学校でどういう高校受験するかっていうのは、高校で留学制度がある学校を選択肢として絞って受験してたんで、初めて海外行ったのは高校1年生の時。そうなんだ。ちなみに高校で留学っていうのは1年間ぐらい行くみたいな。それは1ヶ月ぐらい短期留学で、入学して1ヶ月後に行くみたいな。そう、すごいですね。ちなみにそれはどこ行かれたんですか。それはカナダのバンクーバー。そうなんですね。実際どうでした。辛かった。やっぱそうですよね。何が一番辛かったですか。バンクーバーって留学生、日本人もたくさん来るような留学地だから、前にホームステイしてた日本人の人とも大学生だったらしいんだけど、そこの人と英会話力みたいなのが比較されるし、割と放置されるんだなとか、知らない街で自分で学校通って、本当にこのバスで合ってるのかっていうの分からない、乗り物に乗ってとかっていう毎日不安と、帰ってきた時の安堵みたいなのがもうすごかった。ああ、そうなんですね。高1でそれ学べるのはすごいですけどね。結構そこの挫折みたいなのが今後に生きたのかなとは思います。なるほど。実際じゃあ海外と接点が強いような高校に行ったと思うんですけど、大学もじゃあそういう選択したんですか。本当は高校入学の時に付属校だったから、学部を選ぶだけでよかったから、国際関係学部っていうところに進学したいなって最初は思ってたけど、自分にはちょっと難しいかなっていう、正直海外って自分に何ができるんだろうっていうところとかで結構悩み始めてたから、結局ちょっと諦められなくて、国際法学部というところに進学しました。なるほど。じゃあ実際国際協力には携わりたいけど、自分としてはまだ自信はなくて、法学部みたいなところに行ったみたいな感じですね。そうですね。実際じゃあ大学の時は国際協力みたいなところには携わってなかった感じですか。全然留学もしなかったし。そうなんだ。国際関係学っていうところ
ところに自分はもう立ち入れないかなっていう気持ちもあったから、うんうんうん、大きく関わるってことはなく、多分往生際が悪くて、うんうん、結局ゼミは国際法ではなくて、うんうん、国際関係学部の国際法専攻でも入れるところに入らせてもらって、はい、勉強はしてあった。そうなんですね、うん、じゃあその後大学4年卒業しますよね、うん、卒業した時って就職か大学に行くかみたいなところもいろいろあると思うんですけど、うんうん、どういう選択されたんですか？就職活動もしてたんだけど、ね、でも、うん、ゼミの先生が諦めきれてないっていうのを、うんうん、多分察してくれてるから。そんな察したの？すごい先生は分かってたんだね。だから、はい、夏ぐらいに通ってた大学の大学院の面接があるから、はい、これ受けにおいでって言ってくれて、うんうん、国際協力に今後携わるってなったら、うん、女性で文系の修士取るっていうのは、うんうん、今の日本社会だとあんまり就職活動においては有利にならないけど、国際協力っていう分野では絶対生きてくる時があるから、学ぶ2年間になったとしてもそれはきっと無駄にならないからって言ってくれて。すごいいい先生なんだけど。めちゃいい先生。めちゃくちゃいい先生。すごい先生で、国連職員とかの出身の人なんだけど、そこに憧れみたいなのももちろんあったし。そうなんですね。大学院の時は法学部ですか？結局国際関係研究科。また振り出しに戻ったって感じですね。戻った、うん、あ、じゃあ4年ちょっと関わりたいけど関われない自分がいた時期を過ごしてもう一回戻ろうと戻った。あ、そうなんですね。じゃあ実際大学院の2年間は自分がやりたいこともできてた感じなんですか？私が入ってたところは国際機関とかがメインで研究する感じだったんだけど、私はやっぱり国連の職員だった先生っていう身近な高い壁があったから、自分はそこは自分の性格上も合ってないだろうから、もっと根底のフィールドに近いところで何かやりたいなっていうのもあって、自分は特技とか本当何にもないけど、女性で20代前半でまだ若年層に入るっていう、そこが自分唯一の特徴かなって思ったから、そこをなんか軸に日本人の若年女性と同じアジア圏とかっていうところもあって、カンボジアの若年女性の貧困と性感染症に関わるような相関関係っていうのを比較検討するっていう感じだったから、うん、そうなんですね。大学院の2年間は楽しかったですか？辛かった。ずっと辛い。もうだからすごいこうやばいやつだった。いやだから本当それこそ国際関係研究科だから、はい、ほぼ2年を交換留学でアメリカの大学に通ってる子とかもいたし、イギリスの留学考えてる子とかもいて、そうなんだ、すごいキラキラした子たちがたくさんいて、なんかすごいやっぱ研究してることも暗いし、さやかのやってることは日本との比較だから社会学になるんじゃないとか言われた時は、なんで自分国際関係研究科にいるんだろうって。そんなことないよ。そう、なんかひたすら本を読んだり、レポート書いたりとか、暗かったと思う。さやかさんの暗黒時代はここだったかな。そう。大学院？大学院どっち？両方？6年間。長い暗黒時代があったわけですね、そうなんだ。でも暗黒時代って呼ばれてるその大学院から抜け出せたわけですよね。そのきっかけは何があったんですか？もう国際関係を諦めて普通に就職活動をしてはいはい、内定をいただいて。あ、そうなんですね。そう、就職しようって思ってた時に、偶然南米文化研究論みたいなのがあって、で南米の装飾品とか好きだし、うんうんうん、撮ってみようかなと思って、それを撮った時に、うんうん、チリの昔クーデターが起こった時の話を聞いて、うんうんうん、軍部のクーデターの人たちに連行されて収容所に入れられた人が、そこにいる人たちを励まそうと歌を歌う人がいたみたいな、まあ、その人は歌手だったんだけど、その人の話を聞いた時に、はい、自分が今まで悩んでた国際協力で何ができるんだろうってちっぽけだったなと思って、エンターテイメントとかそういうものが持つ力ってすごいんだなと思って、自分に何ができるか考える前に自分ができることをまずはやればいいんだってすごい思って、国際協力に携われることにやっぱりやってみたいと思って、そこから大学海外協力隊の養成を探して受けたっていう感じです、はいはい、あ、そうなんですね、まあ、確かに大学とか大学院で学ぶ国際協力って結構大きかったり、なんかそんなところが多分考えられてると思うんですけど、確かにそこで歌を歌うとかそういう授業なかったんですよね、多分ね。だからそういうのを触れて、自分でもできることあるんじゃないかみたいな形で落とし込んで暗黒の時代を抜けていったわけです。そうですね。まあいろいろあってね、
国際協力に興味を持ったきっかけってところから、はい、暗黒時代をねお話しいただいたと思うんですけどこの次の動画では暗黒時代を抜け出して、はい、まあ、天国の時代になっていくんですかね。だったらいいな、はい、ちょっとそこのお話をいただこうかなって思ってます。はい、はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。